適正、打ち取りました。この地は私が選挙しました。木は熟しました。公正に転じるなら、今です。手強い相手ですね。ですが、希望を失ってはなりません。少々、厳しいかもしれませんね。もはや、 打つ手はありませんか私こそ、真の三国無双ということでしょう。この撤退も、計算のうちです。運命だけは、<laughs> 操れませんでしたか。これより、突撃を開始します。持てる全ての力を注いでください。 ここで敵を食い止めます。守ることだけに集中するのです。あの者は私が追います。不安要素は排除しておきましょう。自陣の剣士は戦の基本です。速やかに増援を送ってください。全軍で敵本陣に突撃します。 私たちの持てる力、すべてを出し切るのです。本人を核として、守りを固めてください。押し寄せる敵を防ぎ、反撃の機会を待ちます。まさか、私が罠にかかろうとは。単純すぎると、逆に読みにくいものですね。この程度のこと。 私が見抜けぬとでも思ったのですか敵ですか気づくのが少々遅れたようですが。人形を乱されましたか立て直すには時間がかかりそうですね。危うさは承知の上での突出です。この意味、皆さんにはわからないでしょうね。 あなたはすでに私の従中にあります。言い残すことがあれば聞いておきましょう。単独で進むのは良策ではありません。しばらく待機しましょう。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。今こそ。 敵の婦人を切り崩す後期です。さあ、進軍を開始しましょう。行きましょう。私たちの援護を必要とする部隊があります。ここは戦略上の用地です。進軍を停止し、防衛戦を設けます。かなり疲弊してきましたね。一時戻り。 心身を癒しましょう。野放しにしておくわけにはいきませんね。私が追いましょう。今こそ、絶好の機会です。諸葛孔明の奇襲の妙、ご覧に入れましょう。一人とは、無謀です。下がって味方と協力してください。 危険な状態です。このことに、誰かが気づくと良いのですが。我が新さん、お見せしましょう。この被害は想定内ですが、看過するわけにもいきませんね。進みましょう。地の利を敵に渡すわけにはいきません。 味方の陣にほころびが見えます。私たちの手で補修しましょう。自分の情報の漏れは敗戦につながります。警戒を怠りなきよう。体制を整えてください。戦局が変わり次第、迅速に行動します。今なら、 敵軍の喉元をつけそうですね。好機ですね。この勢いに乗って敵陣に迫りましょう。ここを失っては大事に至ります。何としても守り抜きましょう。この戦、皆さんの奮闘次第です。勝負どころですね。 ここに力のすべてを集中させてください。さあ、私たちも続かなければ。策の成功は、あなた方にかかっています。頼みましたよ。私の描いた策の通りに動くのです。そうすれば、何も問題はありません。 対列を組み、固まって行動してください。バラバラに動かれては、策がなりません。この戦いに勝てば、天下の育成は、おのずと定まりましょう。次の策は、すでに打ってあります。どうあがいても、私の支柱ですよ。 我が体型。竜のごとく天下に必勝させましょう。なかなかの活躍ですね。私もあなたの働きに応えましょう。劣勢を演じれば、助けが来ると思いました。計算通りの動き、感謝しますよ。 力任せに攻めるだけが戦ではありません。武に打ち勝つ知を、私の傍らで学ぶのです。敵を裁ききれなくなりましたか。それも、計算のうちです。協力しましょう。あなたとの連携は容易です。何を考えているか、 わかりやすいですからね。さすがです。その調子でお願いしますよ。さあ、行きましょう。次の作には、あなたが必要です。あなたこそ、真の三国無双です。はい。いいですよ。 素晴らしいご活躍です。私もさらに上作を操作さなくてはなりませんね。やっと来てくださいましたか。劣勢を演じるのも楽ではありませんね。お一人での活躍には限界があります。私があなたの力をさらに引き出しましょう。 ご自身をおとりにされるとは、大胆な策をお考えになりましたね。さすがですね。火の打ち所のない連携でした。見事な戦ぶり、感服いたしました。さあ、次に参りましょう。勝利を描くには、あなたの力が必要です。 これが、真の三国無双の部。凄まじいですね。お任せを。承知いたしました。さすがです、月英。あなたと共に戦えて、嬉しく思いますよ。劣勢を演じて、敵を引きつける。月英。 よくこれが、策だと気づきましたね。一人戦うあなたの姿も凛々しいですが、互いに支え合ってこそ、夫婦というものですよ。その身を危険にさらしてまで、敵を。月影、あなたは私には、過ぎたる妻です。 うまくいきましたね。夫婦なら当然とはいえ、喜ばしいものです。月影。あなたは自慢の妻です。行きましょう、月影。共に勝利への道を歩むのです。月影こそ、真の三国無双ですね。 そうですね、月影。月影、任せてください。さすがですね、脅威。私が見込んだだけのことはあります。脅威。これは劣勢を装う作。私の演技に釣られるようでは、まだまだですね。脅威。 単身で敵中に切り込むとは、その劇場が身を滅ぼさねばよいのですが。脅威、敵をうまく引きつけましたね。その策の続きは、私が描くとしましょう。よくついてきましたね、脅威。あなたになら、 工事を託せそうです。成長しましたね、脅威。行きましょう、脅威。戦いの中で、私の策を学び取ってください。脅威こそ、真の三国無双ですね。ええ、脅威。わかりました、脅威。 私の新さの前ではあなたは無力です。ここに現れるのは計算通りです。孤立したあなたを倒すのはたやすいでしょう。強さにおごる心には隙が生まれるもの。やはり簡単に孤立しましたね。ようやく追いつきましたね。 あなたには、総応の報いを受けていただきます。全軍を預かる私を狙う聡明さは認めます。ですが、倒せるかどうかは別問題ですよ。この撤退は筋書き通りです。天命とは。 残酷なものなのですね。必勝の策、描いてみせましょう。この右線にて、戦場を自在に操りましょう。女性しましょう。あなたならば、私の策を託せます。手を取り合い、 天下に体型を描きましょう。月影、夫として最善を尽くしましょう。あなたと共に体型を成すために。脅威、手を貸しましょう。キリン児の際、存分に発揮するのです。あなたは同族とか、 あまり記憶にありませんが、水魚は共にあるべきもの。私の際、劉備殿の傍らに。傷ついていますね。これを用意しておきました。これほどの才とは、私の予測を超えられるのは、あなただけです。 そこの方、助力願えませんかおかげで助かりました。やはり、私の目に狂いはなかったようです。お引き取りください。ここはお通しできません。計算通りです。今こそ、策を披露しましょう。 あなたの力、いかほどのものか、見極めるとしましょう。ここであなたと対するとは、これも、避けられぬ天命なのでしょう。月影、この事態も、予測の上ですが、夫婦で戦うとは、 心苦しいですね。脅威、見せるのです。あなたが私から何を学び取ったかを。芝居、あなたを撃つ布石は終わりました。あとは、実行に移すだけです。あなたの父すら、私に遠く及びません。 それを知りつつ、戦うのですかあなたの父すら、私に遠く及びません。無駄な戦は、避けたいところですが、互いのため、ここで引いておくとしましょう。脅威、よく学んでいますね。 キリンジの名に恥じぬ戦いぶりです。時、未だ至らすと言ったところですか。あなたを撃つのは、次にしましょう。なるほど。父並みの際はありますね。次は、もう少し工夫を凝らすとしましょう。なるほど。 才を非していましたか。その父譲りの狡猾な策、二度は通じませんよ。あなたの評判を聞いてまいりました。ここにも、伏せる竜がいると。なるほど。なかなかの才を備えていますね。この目で確かめることができて、何よりです。 力強い分に、木を察知する敬眼あなたの才は、どうやら本物のようです。また、お会いしましょう。次は、才に秘められた志、見せていただきます。あなたを求める人物がいたとします。その人物の、 何を図るべきでしょう才があれば、軍友にはなれるでしょう。ですが、その先はどうでしょうかあなたを求める人物がいたとします。その人物の何を図るべきでしょうその通りです。 志なき際に、体毛は果たせません。これまで遠大な志を目指して、謙信な道のりを共に歩いてきましたね。この道の先で何があっても、志によって結ばれた絆は、永遠ですよ。 これまで延大な志を目指して、謙信な道のりを共に歩いてきましたね。この道の果てにある追い求めた世界。あなたと一緒に迎えたいものです。諸葛亮、劉備殿に天下を取らせるつもりかいええ。 劉備殿の大使には、その価値があります。奇遇だね。足も同感だよ。この先も、我料本数が揃っていれば、天下を取る日も、遠くないかもしれませんね。